キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今回はオリックスバファローズというところで、はい、うん、まあ今ね首位今日現在渡ってますけども、はい、この動画が公開される時は何位なんでしょうっていうね、うん、ところで、はい、でオリックスってそんなトレードあんまり動かんよな。ああ普段から そんなある。まあ広岡が今回ね、広岡と K 鈴木ね、うんうん、だって阪神のピッチャーとトレードしましたけど小林。ああ、じゃあちょこちょこあんだね。そうですね、うん、そのたまに、ほんとたまに、うん、あの石川もやりましたね。ああ石川ね。でもなんかハマらないよね、そのあんまりトレードが。私トレードで移動して大活躍があんまイメージはない、うん、ないかもしれない、ね、うんうん、まあ、その中で、はい、ね、まあ、この動画は誰を撮ってくるかじゃなくて、はい、使わないなら出してあげようっていうところだからね、はい、うん、といったところで、はい、ピッチャーはねこの選手、はい、吉田亮26歳、はい、まだまだ若いですからね、うん、まあね、久しぶりのリーグ優勝した時、はい、2000だから21年か、うん、にした時はねもうかなりのね、いやそうですね、うん、投球で CS とか、ね、日本シリーズも投げてましたからね、うんうんうん、でも22年からねあのスライダーだけしか投げれないっていうところがバレちゃってね、はい、それ狙われちゃうっていうね、そういうところで、はい、でも2軍ではね 1.47 だから、うん、防御率20試合登板して、はい、でもまあ今1軍がねリリーフが平野ワゲスパックで宇田川、はい、で小木田、山崎総一郎、うん、で比嘉か、うん、右がちょっと豊富だからね、うん、なかなかチャンスないっていうところで、はい、吉田もしくはね、うん、漆原、あ漆原もね6月のジャイアンツ戦に、はい、5失点食らって、はい、そこからあの2軍っていうね、うん、ところになってるけども、26歳とかね、うん、そう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 そのぐらいの違いですよね、うんうん、っていうところが、あとはね、近藤、うん、あ32歳、そうそう、で近藤もねあの6月7日にジャイアンツ戦に2失点してね、はい、っていうところがあるんで、近藤選手なんか今までの貢献度とかは、そうだね、こうそうですよね、17年から21、20を怪我してたんだよね。そうなんだ、そう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 、そうか、だから投げてないんだ、うん、でも50試合登板だからね、いやそうそうそう、今までのでも休んでる間に人が出てくるっていうね、まあ、そうところがあるからね、うん、プロ野球の道1日も休んではならずっていうね、はい、だここね、うん、あと本田も1軍で今いるからね、はい、だからなかなかチャンスがないっていうところだと黒木ね、はい、黒木雄太、この4人の選手そうかぶる、キャラかぶりじゃん、はい、大体、うんうん、使うところもだこん中から誰かいい選手を、うんね、やっぱこの全員で潰し合っちゃうからチャンスもないしね、うん、1軍で もうポジションもないから、うん、この4人の中の選手俺は誰かトレードに出してあげてもいいんちゃうかって俺は思うけどね。そかみんな序盤出てて、うん、ちょっともう今落ちて出てないっていうような状況なんですね。でももともとはいいポテンシャルあるからね、はい、その新規1点新天地でねチャンスあればいい形でピッチングできる可能性あるから、うん、俺はもうワンチャンいいところね、うん、かなりね、はい、まあ、その中はねあの鈴木康平がだって行って今ジャイアンツじゃな、はい、1軍でこの前もドラゴンズ戦満塁で行ってたからね、うん、抑えたりとかそのケース鈴木だってね今ジャイアンツ1軍で投げてるわけだから、うん、今言った4人の選手たちも、うん、今1軍でね、はい、他のチームに行ったら投げれる可能性も十分あるからねチャンスつかめばね、そうですね、うん、俺はかなりそこのこの4人はキャラかぶりするから、うん、いいと思うけどね、はい、行きどころはありそうですね、うんうん、あと野手はね、はい、野手があんまりいないんだよね。だからまあ西野とかね、あまあ使われなかったらあってけどもう30今年3歳だからね、はい、っていうところで、うん、まあどうなんやろうっていうね、うん、だからもう山足かな、あもう山足はね2軍ではもういい感じで打つのよ、はい、毎年、うん、でも1軍に来ると、うん、なかなか結果残さないっていうところで、うん、まあロッテの平沢バージョンだねもう2軍ではもうだからもう、うん、オリックスでできることないやろっていう、はい、正直2軍であそこまで打って、うんね、まあ、今年はちょっと2割5分5厘ホームラン1本っていうところがちょっと低いけども、はい、うんうん、だからもうね今年30歳だから、うん、ワンチャンどっから他のチームに行って、うん、チャンスっていうところもね、うん、あっても俺は山足はいいんじゃないのかなっていうね、はい、ところはあるけどね、うんうん、あとはなかなかねまあね福田とかもねちょっと今、はい、ね、うん、低迷してるっていうところもあるけど茶の間に2軍落ちちゃったからね、うん、まだここでチャンスが出てきた時にそこね掴めるかっていうね、はい、まあ、今年31歳っていうところはあるけどもちょっとね、はい、
福田もう落ちるの早いよっていうね、うん、でも1軍では出てますけどね、うんうん、でもまた野口とかね2軍から1軍来てまたいい働きしてたり、うん、義母もねいい感じだし若手はどんどん出てきますからね、うん、で頓宮がいいしファーストね、うん、定着してね胸サードみたいな紅林も上がってきてるし、ね、はい、だからチャンスがもうなくなってきてるから ね、 うね、中途半端層はそんないないんだよねオリックスもね若いかみたいな、うん、だからまあ山足はまあチャンス上げてもいいんちゃうかっていうね合う球団あります山足、はい、どっかあるやろ今まではあったって言うじゃないですかちょっと見つけてくださいよちゃんと疲れてきたんだよあ本当ですかご飯が来てないから袴田さんのせいで住所間違えちゃったご飯が、はい、俺の自宅に届いてるやん失礼しましたご飯があれ佐藤さんのご飯俺は買えました買えたに決まってんじゃん俺一番最初にあれだって、はい、買えないと、はい、要はその、まあ、出前館でね、はい、頼んだんだけども住所のところ、うん、変えないと、うん、そう地域が違うから、はい、出てくるお店が変わるわけよいやそれだから俺の家から選べるのと、はい、こっから選べるのは店の携帯が変わるわけ、はい、だから 100% 一番最初に変えることなんだよあそうなんですか、うん、で私なんかこう見てたら、うん、ポってどっか押したらあ住所が変更されましたって出たのは見たんです、うん、だからあ変更されたあまずいまずいと思ってこうやって変えとんのにな全然変えとんのに変えとんのにな電話かかってきて、はい、出前館から、うんあのすいません家の前でインターホン鳴らしてるんですけど出ませんけどってえみたいなあれうちの家族が頼んでだろうかなと思って、はい、あちょっと待ってくださいって言って嫁に電話したら今外出かけてるって言って、はい、であでも領収書はここなってんじゃんって言ったら住所変更してないじゃんあれ領収書で変えたってことですかじゃあ私あれえどうなんいやいや領収書は俺がもうちゃんとそのはい、まだ同じことしてるいやこっち変えたのにな全然変えてないからもうそれでもお腹空いてんだからみんなもう私もお腹空いてだって来た時からお腹空いてたんだもん1時間以上経ってるで注文してからお肉冷めちゃったかな袴田さんのせいでお肉冷めちゃったかなもうそれでも考えるしこう遅くなってきてんねんですか、うん、じゃあちょっと食べたら山内選手の行き先もちょっと思いつきますかでも疲労かもね、はい、結局チャンス得たけどやっぱパッとしないんだよね結局現状ね広岡も1割9分3厘だからね、うん、はいきついねなかなかねうんでもあのオリックス来ても2軍ではめっちゃ打つのよ3割3分3厘、はい、早くちょっと突破しようよ2軍の帝王っていうねそうですねでも1軍に空きがないと入れないですかもんねいやあったっていっぱいありましたいっぱいあったって内野も外野もいっぱいあったってチャンスはあった来た時、はい、しかも右の大砲いないからっっ、はい、あそうですねうんだから内藤とか取ってるわけですでホームランも打ってチャンスを得たわけだけど、はい、結局継続して打たれへんのよ、うん、単発じゃ意味ないのよ、はい、そうですパチンコと一緒よ、うん、単発じゃ意味ないのよ、はい、これもう連チャンしないと継続しないと、うん、だから結局いろんな選手出るしなチャンスもそこそこあるんだよね、はい、オリックスは、うん、結果も出しながら、うんうん、でもそうなるとまあね西野いやまあ、山足、うん、福田どうなんやっていうね、うん、もう見切ったんだったら、うん、いいの取れんちゃうかっていうね、はい、でもまだねチャンスあるからね福田もね、うん、今茶野が2軍に落ちて、はいまあ、茶野が出てきたことによって福田がね玉突きそうですね陣地になっちゃったからね、うんうんうん、今セデーニョがまた打ち出してきてるからね、うん、セデーニョあセデーニョねうんシュインデルはどこ行ったんやっていうね話やけどね、うん、セデーニョって24歳なんだまあっていうところでね、はい、だからやっぱピッチャーやな積極的は、うん、野手っていうよりも、はい、ピッチャーのあの4人の中で誰かいい感じいったらその選手たちも多分ね、うん、あの喜ぶと思うからねそうですね、うん、ピッチャーは結構今出どこないですもんね、うんうん、まあそういったところでね、はい、皆さんどう思いますか、はい、早くご飯が来てほしい